るぼ。素人ドラゴンとテレビアニメシャーマンキングコラボイベントが復刻開催ぬぼ。期間中はコラボ限定キャラ朝倉陽やコラボ限定のキャラ置き替えが手に入るぬぼ。今回はコラボ限定アイテムの入手方法やキャンペーンなどを紹介していくぬぼ。今回の復刻コラボで限定キャラ朝倉陽が再登場ぬぼ。朝倉陽はコスト3で召喚できる中型進撃キャラぬぼ。そしてスキルは真空ぶった切り。真空波で前方正面の敵に範囲ダメージを与えるぬぼ。またオーバーソウル状態中は固有の体力ゲージが存在するぬぼ。ゲージが0になると通常の朝倉陽に戻ってしまうけれど、なんと時間経過で再びオーバーソウル状態に。朝倉陽本体の体力が残っている限り何度でもオーバーソウルを使って戦うぬぼ。朝倉陽は期間中に登場するコラボのアバタマで当たる特別なキャラ卵ぬぼ。複数回手に入れることで朝倉陽専用のお着替えも入手できるぬぼ。そして今回の復刻コラボでは新たにお着替え光爆式オーバーソウル逆光が登場ぬぼ。こちらもコラボのアバタマから入手可能で、手に入れると朝倉陽のステータスが少しアップするんだぬぼ。さらに今回ホロホロと極東の竜のコラボ限定なりきり剣士お着替えもコラボのアバタマに登場ぬぼ。お着替えさせることで剣士にも持ち霊のコロロやトカゲロウが表示されるぬぼ。他にもコラボのアバタマからは剣士専用のお着替え歯をなりきりセットや遠山アンナモチーフのマリオネット激レアお着替え、タオレンモチーフのリザードマン激レアお着替えが登場ぬぼ。激レアお着替えは入手するとステータスが少し上昇するぬぼ。コラボ期間中にはアバタマチケットのプレゼントもあるので、ぜひゲットしてほしいぬぼ。続いてコラボイベントとキャンペーンを紹介していくぬぼ。コラボ期間中はシャーマンたちが攻め込んでくる襲来イベントや、朝倉陽を使ってステージクリアに挑戦する SP 討伐イベント、そして金の大量獲得ができるレア上昇イベントも開催されるぬぼ。これらのイベントでは報酬としてキャラ育成に必要なアイテムがもらえるほか、レア上昇イベントを一定回数撃破するとまた胸なりきりセットが獲得できるぬぼ。必ずチャレンジするぬぼ。さらに今回はリーダー腕利きグランプリがコラボ期間中に開催ぬぼ。コラボ限定キャラ朝倉陽をリーダーにして期間中のリーグに挑んで、より多くのキャラフレッピーを獲得したランキング上位者や規定ポイント数を達成した方にはコラボ限定のキャラフレームが贈られるぬぼ。このイベント期間では対象キャラをリーダーで使用すると、所属しているリーグクラスに応じてキャラのパラメーターなどが一定の強さで保証された状態になるぬぼ。孵化したばかりで育成できてなくてもリーダー腕利きグランプリに参加しやすくなってるぬぼ。期間は6月17日から19日の3日間、そして6月27日から29日の3日間、リーグに挑んでキャラフレーム獲得を目指すぬぼ。さらにキャンペーンも盛りだくさんぬぼ。コラボ当日からはコラボのアバタマチケットがもらえるログインボーナスのほか、ツイッタープレゼントキャンペーンやおかえり&新人キャンペーンも開催されるぬぼ。ツイッターリツイートキャンペーン報酬のリツイートのアバタマチケットもプレゼントされているので、受け取ってアイテムをゲットしてほしいぬぼ。そしてこのコラボをきっかけに白ドラを始めたみんなには、動画で解説した白ドラ初心者ガイドもおすすめぬぼ。概要欄にリンクも掲載するので参考にしてほしいぬぼ。テレビアニメシャーマンキングコラボは6月30日まで。ぜひお友達
と一緒にコラボイベントを楽しんでほしいねぼというわけで今日は以上ねぼ。みんなチャンネル登録よろしくねぼ。バイバイねぼ。